南東側から見たヘンリエッタ島。ヘンリエッタ島は、ロシアの東、シベリア海に浮かぶデ、デロング諸島に属する、無人島。1881年に、アメリカ海軍のジャネット探検隊によって発見され、隊長のジョージ・ W ・デロングの下で名付けられた。ヘンリエッタ島はデ、デロング諸島の北端に位置し、陸地のおよそ40%が、氷河に覆われている。島の形はお,およそ円形で、 直径約6キロメートル、面積12平方キロメートル、最高峰は3 1 5ルである。島は玄武岩や戦力岩で形作られており、今から約4億年前のカレドニア造山運動で造成されたと言われている。その証拠として、島内で古生代の岩の破片が時折発見されている。1879年にジャネット探検隊は出航し、 隊長は、ジョージ・ W ・デロングが務めた。探検隊の目的は、ウランゲリ島を発見するのと、北極点に近づくことであった。だが、1879年9月に探検隊は、ジャネット島近海に達し、ヘラルド島を発見した。探検隊は、その後数百マイルさまよった後、ウランゲリ島の北を通過し、1881年5月に、再び、 ジャネット島とヘンリエッタ島に接近し、島を発見した。翌年の1882年6月2日3日には、ジョージ・ W ・メルビル率いる一行が探検に出かけた際に、島に記念碑を建て、我らがジャネット島を発見したと記録した。その1882年度の海軍長官報告書16ページには、彼らは島にアメリカ国旗を掲げ、その島が、 アメリカ領であると宣言したと記されている。その後、1914年から15年にかけて、ロシア帝国のボリス・ビリキツキー率いる北極海、航路体験隊がヘンリエッタ島とジャネット島の地図を作成するために、バイガチ号と名付けられた最標線で島に近づいた。しかし、周辺の厚い氷に阻まれて、上陸は失敗に終わった。 翌年、ロシア帝国のイギリス大使は、上陸の失敗は探検隊を考慮した上の結果であったと発表した。現在のロシア連邦は、ヘンリエッタ島を近くの島と同じロシア領の一部としており、この主張は前のソビエト連邦から変わっていない。島には1937年にソビエト連邦の北極駐屯地が設けられたが、1963年に閉鎖された。 また、1979年には同じくソ連の探検隊が北極点近くでスキーを行った。島の領有権は1881年の発見時にアメリカが主張し、1988年にはアラスカ州上院がアメリカの領有を支持する決議を出した。しかし、2003年アメリカ合衆国国務省はヘンリエッタ島の領有を主張したことはないという。 声明を発表し、1994年、アラスカ州最高裁判所は、ヘンリエッタ島は、近隣の島に加え、アラスカ州の一部ではないという定義を出した。メルビルによるヘンリエッタ島のスケッチでロング諸島をめぐったデロング探検隊は、ヘンリエッタ島を次のように解説している。島の地面は岩石を、雪が覆っており、東側にはいくつかの氷河がある。 姫海ウスズメの群れの巣があり、島にあった小さな苔、少し草と岩は記念として持ち帰った。崖の近くは非常に険しいため近づくことは難しい。ありがとうございます。